皆さんこんにちは。今回は、鉄と石炭を探しに行きたいと思います。それじゃあ、レッツゴー。近くにでっかい洞窟あればいいな。あった。石炭ゲットだぜ。今の音は、エンダーマン。今いたよね？絶対いたよね？よし、倒してやる。いた。痛い。この野郎、どこに行った？見つけた。敵の出た速、攻撃を開始する。やったー、エンダーパールゲットだぜ。結構浅い穴だった。今回は石炭が3スタック弱、鉄が50個。まあまあだな。今から村の湧き潰しと草刈り、それと怖い人たちが村に来れないように、村をフェンスで囲んでいきたいと思います。と、その前に食料不足になってきたから、畑を作ろうと思います。完成。多くの木が足りなくなったから家の前をプチ植林場にしてみたよ。完成しました。こんな感じです。って言ってもわかりづらいので村の紹介を兼ねて、村を一周したいと思います。村人さんおはようございます。こんばんは。それじゃあ行きますか。ここは私の畑です。ここは何もないようです。そしてここはなんと、
キノコが生えてます。次行ってみよう。ここには小さい家が2つあります。そして草が生えてます。こっちも一緒。ここには畑、そして小さいので、こっちはこの村の井戸です。そしてここは宝箱があったリッチな鍛冶屋です。ここにあったんだよな。邪魔だなぁ、ちょっとだけどいてくれませんか。普通の家です。テラスも完備だぜ。ここには大小の畑があります。ここはこの村の見張り台です。てっぺんでは周りの景色が一望できます。綺麗だなぁ。次行きましょう。ここは図書館漫画喫茶的なところです。ここは小さいのが何軒かあります。そしてテラス付きの家。ここは何もないです。この村はいかがでしたか？今回はこの辺りで終了にしたいと思います。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録、ありがとうございます。それでは、さようならー。またねー。